はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょう。バイオハザードアルボー。いやー、前回は最後の方でも絶叫しすぎて、ほんとごめんなさいね。まさか、ボス倒して、一安心ってしてる時に、敵がガバって出てくるなんてちょっと思ってなかったから、マジで焦ったよね。もうね、心臓痛かったもん、真剣に。ちょっとコーヒー飲んで落ち着くわ。まあ、別日になってるからいいんだけどさ。いやー、しんどい。あ、おっぱい大きい。ラクーンシティ、あそこ顔埋めたいよね。ほんとみんなもう全男子が思ってることだと思うけどさ、まあ俺が代表しとくわ、顔を埋めたい。そう、いやーねー、ほんとに楽しかったけどね。まさかのラモンさん一発お亡くなりっていうね。レオン S. ケネディ、レオン S. ケネディ、そう、スコットくんです。ミスタースコットケネディってなんか言われなくなったもんね。ミスターケネディ、ミスターケネディだもんね。さあ島かどうなるかな。だから前回のそのラストの方でさ、こうまさかのアルマデューラが2体出てくるっていうのを知らなかったから、これが敵のそのハードコア以上になってくると敵の配置が変更になっているっていう話になってくると思うんですよね。ってなればどうなんだろう。なんか島とか余計さ新しいのになってるとかさ、ねえお尻の割れ目がきちっと映ってるってやばいよね、本当に。でも華奢なところがなんかちょっと良かったのに、完全なるボンキュッポンになってるよね。だからそのバイオシリーズ、じゃ RE シリーズになってからさ、セブンとかエイトみたいな新しいキャラが出てくるところに関してはさ、ミアとかさ、ゾイとかさに関してはさ、まあドミトリスク夫人はあれかもしれないけど、結構その貧乳キャラが多かったのに、昔のキャラやっぱり巨乳が多いっていう中で、エイダはさ、わりかしその、まあ、微乳な感じだったじゃないですか。巨乳で微乳じゃなかったじゃないですか。ただの微乳だったじゃないですか。それがね、なんか、巨乳化してるから、だから RE シリーズでそこの仕様の変更っていうのは面白いなぁと思ったりするんですけどね。ということで、めっちゃ荒々しい格好で待ってる。Something new for you. Something new for you. 違う、間違えた。で、こいつは回復しとかないと。That's good work, if I do say so myself. あ、もうこれ使えないのか。ほら。ほい、ほい、ほい、ほい。じゃあ、これ、売って。これもいらないね。これもいらない、これもいらない、これもいらない。と。で、素材もいらない。OK。よし、じゃあこの辺りでちょっと、買っとく？まだ買ったことないやつね。ああ、専用ストックも用意しちゃってるぜ、ベイベー。レンダにガッツ入れといたぜ。マインスローと同じセリフになってんだ。That weapon. これも変えると。すげえ練習でぶっ放せば汚ね腹。そうっすか。そいつ選んだけど、まあ間違いないだろうな。OK。で、全部取った。で、25個あるもんな。なんか、買っと、金トークンでも買っとく？まあ、まあ、今はとりあえずいらないかな。で、ここら辺を、うん。で、入れ替えに送っといちゃいましょう。てか、これ別に普通に売ってもいいのか。まあ別にいいか。仕込んどくか。なんか、周回プレイとかするときに、そのアイテム縛りで行くみたいなね。できればいいか。あれ？ああ、これセーブポイントか。ありゃーって、酒盛りしてるぜ、兵隊たちっていう声がしてるね。まあ、とりあえず、ここでも散々、苦しまされたんで、しばいていくよ。よし。こっちは来た道かな。で、ヒューン！待って。ずれすぎて笑った。え、ずれすぎ笑った。あれ？下とか狙って無理だね。あれバレた、超バレた。おーと、あっちの方にいるね。ほい、あれちょっと待って。はいはいはい、これで、ああ死んでないね、元気に生きております。あ、ちゃんとみんな避けてくるんだな。あれ、あっち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 、もう誰が炎のカーニバルやれっちゅった。で、まだいる？あ、いるね。超来てんじゃん。ほい、終わりかな。で、こいつに当たったら一撃、
あ、違う。ただの木の板がペラペラなってる。で、こっち行ったら、終わるね。あ、来た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 。おい、お疲れさんでした。え、まだ生きてる？あ、上か。うげえ、撃てるもんな。あ、炎のカーニバルが始まっ、あ、あー、よけ。うまい。あれ、うまい。ほい。うまい、安い。いる？あ、ドサッつったね。よし、じゃあ、ここを、あ、ちょ、ここ変える必要ない？もしかして。変える必要なさそうだね。実はなんか、そうだよ、ね。こっち行くことはないもんね。あ、でもこれを手に入れようと思ったら必要なのか。ブン。え？まだいる？ちょ、ない。一応、向こうに行くためには、ここをいじっとかにはいけないのかな？あ、なんか巻いてる。あれ？ここってなんか壊したっけ？えってー、なんか飛んできたら分かったけど、そう、うまっ！なんちゅうまさや。すごいな、今の。今のはマジでやられたって感じする。登って、そう。で、やっぱりね、友達とかに、うるせえよ、おめえの実況って、やっぱ、言われちゃったりしてるんで、なんか、パートごとに、そのうるさいのをね、好きだって言ってくれる人もいるけど、うるさいの嫌いだっていう人もね、やっぱさすがに中にはいたりとかもするんで、今回は、まあ、びっくりポイントがない限りは、まあ、すかした！え？そんなことある？ 2 回も外した。そう、今回はね、ちょっとね、大人なゆっくりとしたプレイをね、楽しんでていただけたらなぁなんて思うけどね。若干マイクが遠いから、いや近く置きようってなるんだけど、近く置いたらちょっとね、プレイがしにくくなっちゃう。あれ？あ、で、そうか。で、くるっと回らなきゃいけない。こんな必要あんのかなぁ？どうなんだろう？ちょっとよくわかんないな。よし。OK。で、回復は、まあ、まだ必要ないか。あれ？こいつってアイテムくれないの？なんもなし。マジっすか？ちょっとムカつくな。うれ。あ、動かへんのかい。よし。で、ここも確か敵がどしどし出てきてたはずだから。あ、いるね、いるね。オッケー。オッケー。あれ？もう終わり？なんだよ、張り合いがねえな。めっちゃここ物資置いてんじゃん。ほい。ほい。あ。やばい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 。下から生えてきた。それはちょっと効いてないな。ほら。すごいことになってる。下からコインまで生えてきたぞ。で、消えないんだもんね。キュイーって言ってる。あれ？これキュイーってこう関係あるっけ？ないよね。いて。机に足打った。たったいいの。もうスニーキングなんか、クソくらいだよ。派手なパーティー追っ始めようぜって言ってるんだもんね。おーれよっと。あれ？だよね。あーちょー！あーちょー！から来る。あ、来てる来てる。飛びます。あ、やばいやばいやばい。近い。あ、いたーよー。やばいよー。そうなるよね。やっぱりなんとなくそんな予感をしてた。あれ？甘い。俺の方が早い。こいつはまずい。よいしょー。あれ？じゃあ先にここ、あ、足どうしたの？ほんとここのさ、寄生虫というかさ、うにょうにょしてるやつの、なんか、生態というか、ああいうのをちゃんとね、こう意識してやってるっていうのが、たまには違う武器でやってあげる？でもこっち使う！生きてる。
まさかの、あ、違うわ、元気に仮装しております。仮装でなんか思い出したけど、あの世界一汚い川って言われ、どこ、世界一汚い川って言われてるのってガンジス川だったんですね。知らなかった、まあ、昔さ、ほら、あの中学校の教科書とかでみんなあのガンジス川、インダス川って必ず勉強したと思うんですけど、あ、なんかそんな名前だったわーっていうか、あれ声がうわー言うてたけど、敵どこよ、いない、いないの、うんね、ガンジス川、インダス川みたいなさ、ここまで戻っては来ないのね。うん、なんかガンジス川ってこう毎日のように真実か分かんないけど、なんか死体を仮装してその灰をこう流すみたいな、かなんか死体を丸々入れてるかとか、なんかちょっとよく分かんないけどらしいですね。だからその死体とか灰とかがこう毎日のように川に流れ込んでってるから、気づいたら川が恐ろしく汚くなってるみたいな、なんかそういう川らしいですよね。だからなんでそれがその地理の教科書で学ばなきゃいけないくらいその有名なあれなのかっていうのがね、そんなおぞましい川を覚えさせちゃダメじゃないかって思うけど、まあ事実はね、ちょっと僕わかんないから、現地の人じゃないしなんか ただ YouTube で、で YouTube もさ、そのちゃんとしたことを教えてくれるサイトもあればさ、再生数稼ぎのためにさ、あからさまな嘘をさ、あたかもそれっぽいようなことで言ったりとかしてる人とかもいるじゃないですか。嘘つけみたいなこととかね。で、ロケットランチャーをちゃんとこうやってぶっ飛ばすとかね。で、こっち行ったらいるのかな？さあ、苦しめられたあいつも始末しなきゃいけないからね。あれ？終わり？終わりか。じゃああれだ、一周目の時はロケランをのやつだけを先に倒したから残ってた敵が出てきたって感じかな。知ってるよ、登っていこう。 RE2 の時とかと違ってやっぱ進むスピードが、走る速度が速いからいいよね、 RE4 ね。そこが結構好きだったりします。嘘、今ので壊れないんだ。拾い忘れは、めっちゃ拾い忘れてるな。もういっか。お邪魔しまーす。どんでした、どんでした、あいてててててて、セキュリー、あー近い、やばいやば、音がバグった。大丈夫？もういない。よし。あー、こんなとこで飯を食う。オッケー、ピッと。このチャプター長いからな、サクッと進んでいかないと。確か3つくらいなんかチャプター分かれたんじゃなかったっけな、一周目やったとき。ピーって、あれ気のせい？ピッ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 って言ったような気がしたけど。よし、飛び降りましょう。あ、なんかある。やった、ベルベットブルー。中入って、特にないかね。これでもやっちゃったらロケ、アシュリーすぐそこで寝てるからさ、アシュリーやっちゃわないから大丈夫かな。さあ、皆さんお待ちかねの、ご褒美プレイ。アシュリー！ アシュリー！ でもこれってなんかアシュリー目開けて待ってるらしいっすね、実は。うん。なんかフォトモードにしたらなんか、フォトモードっていうかフリーカメラモードというかなんか忘れたけど、なんかそれにしたら、アシュリー実は、目覚ましてこっち、チェックしてるみたいな。なんかそんな話らしいっすけど。あれ？どうやら敵がいたようだ。クワバラ、クワバラ。で、ほんとこの配線とかやばいよね。漏電しまくりだもんね。Need a key card. これでさ、ちゃん？ああ、ちょ、お前びっくりした。おめえかよ、動くの。さっきのやつ動かなかったじゃん。
さっきのイノシシちゃんは動かなかったのにね。ほい。よし。じゃあ、こっち、あ、ハーブ。あれ、もうここすぐ出てくるんだっけ？まだだっけ？違う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 。まだだったかな。よし。オープンセサミ。あ、まだだったわ。ほい。もう遠慮はしない。私は遠慮はしない。散々苦しめられてきたから遠慮はしない。なんかあれらしいっすね、今回の RE4 ってかなり難易度の高いゲームだったらしくって、その通常のそのアシステッドモードがなんかあのこれまでのスタンダードに匹敵するみたいな。あ、いた。そうそうそう、だからノーマルがなんかハードコアくらいのレベルで難しかったからね、え、まあちょっと前に、あの、音じゃさんが、ハードコアモードで相当苦しめられてたけど、うん、なんか、でも普通にさ、あんな FPS とかがすごい上手なさ、ゲーム実況者の方とかさ、まあていうかもうほぼ毎日のようにゲームやられててさ、ねえ、あの、何百万人って登録者がいるような方が、こう、普通にゲームやってて、こうライブで敵にやられて、こう、You are dead になるシーンとかを見ると、なんか逆に安心するというかさ、あ、こんなにゲームが上手な人でも、まあ、ハードコアとはいえ、あの、シンプルに、ね、やられるんだって思ったら、ちょっと、僕みたいな、趣味でゲームやってるようなね、人からすると、あ、よかったよかったって安心するなと思ったりするんですけど。ういー。いや、なんかこう、ちょっとネズミと一緒に寝かせてあげたかったなと思って。爆発してるけど、ネズミ。オープン。ラベット。あれ？あ、溶けてなくなった。そうなんです。溶けてなくなるものなんです。オッケー。よくもやってくれたなって。あれ、ここなんか外、あれ？ラッ？あ、大丈夫？ごめんね。先に攻撃仕掛けたから喋ってくれなくなっちゃった。そんな、拗ねないでよ。ごめんって。ごめんって、そんな。やばいやばい。ぶち切れてるぞ、武器商人。さーて、こっからが修羅場だどん。で、まずは、道なりに進んでいって、あれ、どっちだったっけ？こっちか。あ、いたね。あいつは？こいつはどこに行ったんだろうね。それちょっとよくわかんないっすよね。よし。で、ここを開けとかないといけなかったんだっけな、確かな。うん、よし。で、こっち振り返って、ここが開いてくから、あれ、ここってもう入れるんだっけ？ブイーン。あ、やった。そうそうそう。大金！宝石。大金！ガンパウル。大金！あ、無理か。そうなんですよ。もうここに入った時点でさ、もうおっさんがふ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 んが言ってんだよね。これ開けれるんだって。ここは開かないよね。さあ、これだ。あれ ?3 になってる。あれ ?3 になってるぞ。おかしくね。で、2。3にはならない。1になっちゃった。2。ほい。ほい。ほい。これで時間を食うかもしれない。2。朝になった。よし、よかった。これの仕組みがね、未だによくわかってない。適当になんか、こう、これじゃね、あれじゃねって、ふんが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 やってたらいつの間にかいけてるっていう状態だからね。ここは特にないか。さすがに一撃でやられるだろう。ねえ、リヒアナ道路を愛してやまない博士ちゃんがいるっぽいけど。でね、いつの間にいるのみたいなね。向かってきたー、おやすみなさーい。あ、よかったよかった。一撃だね。これでさ、一撃じゃなかったら、ラモンよりも強いことになるもんね。よし、オッケー。で、こっち行って、ブレーカーを変えなきゃいけない。これ、
あの原作と何が違って、あの俺は逆に嬉しかったかっていうと、あの道にいないことなんだよね。ほら通路にいたじゃん原作の時って。で待ち構えてんすよ、なんでお前どっから湧いて降ってきたのよっていうね。あれそうそう、ここの曲がり角とかにいたりとかするしたから、原作の時とかだったらね、あれ超怖いからね。これ先に始末とかできてないの？できない。あ、出てきたわ。あ、出てくるんだ。へぇ。お疲れ。よし、じゃあ書き換えよう。ピピッ。え、もしかしてこれ2体目出てくるとかそういうのノリない？大丈夫？え？おぉ、びっくりした。え？あ、違うよね、違うよね。2体目出てくるとかないよね。よかった、よかった。でもこれはもう超めんどくさいんでやらないです。書き換え時間かかんな。一発でそんなくるくる回すんで。あ、ちょちょ、押しのけないで。これちなみに、この状態で、あ、脱出はできるんだね、一応ね。まだかな、まだかな。てか、他。あ、一応トレジャーあんだね。やってく？あ、書き換え終わったわ。はい。まあ、やってもやんなくても大丈夫なあれだからね。行っちゃいましょう。で、ここはもう電源入ってんだっけ？裏。あれ？ちょっと裏、キュイって言った。気のせいか。よし。で、しかも、なんか、小島さんか誰かのプレイを見たときに、なんか、ここまで出てきてたんでね、リヘナラドールが。で、さすがに武器商人のところまでは入ってこなかったっていう、あれだったんだけど、だから行動範囲がバカ広いからすげえ怖いよねっていう。しかも今回のリヘナラなんかやたら動きが奇妙すぎて強いというか速いというか、一周目の時相当苦労させられたもんね。よし。ほい。あ、ここ割れるんだ。なんか二周目になって初めて気づくこととかも結構多いよね。あれ、ここ壊せる箱なかったね。ないか。こん中いるんじゃなかったっけ。あ、めっちゃいるわ。普通にいたわ。あ、外した。あ、じゃあ音楽が流れただけか。どうしよっかな。ちょっとあのハンドキャノンでリヘナラドールをやろうと思ったらどのくらいかかるのかってちょっとやってみたいけどな。これちなみに何もしないで、あ、そうか、何もしないで入れ替えるのは無理なのか。だからスパナーを持ってるやつだけでしばこうと思ったらあれなのかな、残りの3体がこうガラスとかぶち破って出てくるとかっていうのになっちゃうのかな。どうなんだろうね、これ。まあいいや、とりあえずよくわかんないから。ほい。ほい。あ。おー、マジか、危ない。意外と強えぞ。一定のダメージを与えたらなんか死ぬみたいなことは言ってるけど、果たして、あ、ほんとだ、死んだ。なるほどね。今の爆発であればガラス割れなくてよかった。あー、ちょっと待って。そして生きてんのかよ。ほんで出てきちゃったよ。よし、これで終わりかな。あー、レンチの位置が変わってる。原作じゃない、一周目の時こっちだったね。あれ？プシュー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 打てる。これで大丈夫かな。オッケー。で、特殊スコープ。あ、違う、金塊台になってる。わっつ。変えるからか？あれ？まだ持ってたっけ？手元にあるからか、これ。そういうことか。よし。で、これを入れると、これであれだよね。あいつらが出てくるよね。うん、それは全然構わないんだけど、もう、気づいちゃった、わーい、わいっていう感じで。もうまともに相手する気ないです。もうほんと、一瞬ね。終わり？おー、終わり。うい。あれ？本当に終わり？なんか、一周目の時やった終わったーって思ったらなんか、追加で敵が出てきて、
マジっすかみたいな状態になってたけど。キーカード。キーカード。オーバーライトコンプリート。Thank you so much。あ、ちょっとなんかある。オッケー。しょんまい。って言って出てったらなんか敵が待ってるとかっていうオチもありえそうだからな。それはさすがになかったか。オッケー。よし、じゃあこれでスッとやって。敵の配置が変わってるから3体目で出てくるとか。3体目 ?4 体目あ、ライフルの弾忘れてるね。まあいいや。よし、無事このチャプターもクリアできそうなんだけど、戻って敵が追加されてるとかってそういうオチはないよね。もうね、アルマデューラのせいでね、もう超警戒してっから今。大丈夫だよね、多分。うーりやったー、いない大丈夫だね。ああ、よかった。アシュリーちゃん、お待たせしました。全国8000万のアダルティの皆様さ、今から一緒にベッドインしましょう。あ、そんなもう、もうプレイを待ってくれてるだなんて、優しいね。ああ、ちょっと、犯されちゃってますね。あ、猿プルンプルンして、猿そうだよ。もともとタンクトップだもんね。え、まさか服の上からえ、どこに刺したの？そんないかがわしいことをして大丈夫なの？まるでどうなってるかがわからない。ちょ、あの、カメラの真ん中におっぱいがあるのよ。いや、いいね。白髪というか銀髪というかが似合うのって、もうこのアシュリーとね、西野司くらいっすよ、ほんとに。わかるかな？西野司っつっても、もう20年くらい前だもんね。西野司が流行った時期って。いやー、ということで無事に、もう相当苦しめられたリヘナラちゃんをね、弾入ってないよ。大丈夫だ。これアシュリー取られてやばいかんな、つって。そっか、ここで確認をしてて、いや、なわけないよな。てか、なんでハンドガン持ってんの？俺、ないんだけど、ハンドガン。ないはずなんだけど。やっぱ長いね。あれだけサクサクっと進めても24分かかってですもんね。はーい。ということでね、本日の、もう、我々ね。今ので登録者2は減ったかもしれない。はい。ということでね、本日のね、動画は以上とさせていただきたいと思いますね。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して、また明日もお楽しみください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。